は、こんにちは、青木です。今回の動画はこちらのメイキングとなっております。これもシンプルなタイプなんですが、前回のこっちよりもう一手間だけかけている分、10分ぐらいかかっているんですが、簡単にできるイラストとなっております。よかったらメイキングご覧ください。こちらは青を使います。と青でまずぐるっと囲みます。ここにうさぎの雪だるまちゃんを描こうと思います。うさぎの雪だるま、よし、こんな感じでいいかな。で、お隣に可愛い雪うさぎちゃん、雪うさぎちゃん尻尾もつけようと思います。尻尾つけて、でこれお耳、よし、こんな感じでいこうと思います。で、水をたっぷりつけた筆で、この中を水だけで塗っていきます。ひたすら水で塗る。あ、これ色つけちゃった。最初水だけで塗るつもりでしたが、ちょっと間違って色つけちゃったんで、もうこのままこの色ちょっと伸ばしていっちゃいます。で、伸ばして伸ばして、でも色を伸ばして伸ばして、このうさぎさんたちだけ白くくり抜かれるような感じで、よし。で、ここにどうしようかな、水色、水色の絵の具をちょっと入れて、緑も入れようと思います。緑も水で溶いて、あとは黄色も入れてみようと思います。黄色、
こんな感じで、なんか端っこの方に濃い色が溜まっちゃったので、ちょっと内側に入れてあげて、よし、こんな感じでいいかな。はい、これで乾き待ちします。はい、じゃあこちらが乾いたので、こっちはここにとね、葉っぱをつけたいんですね。このラインが完全に消えてしまった。よし。例えばこんな感じで。はい、出来上がりです。こちらのメイキング動画ご覧いただきましてありがとうございました。今年はですね、今年はと言いつつ去年もだった気がするんだけど、年賀状に手をつけるのがだいぶ遅れてしまったので、ちょっとこの2枚だけになってしまったんですが、よかったらこちらのメイキングも出しておりますので合わせてご覧ください。それではご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。